お疲れ様です。7月9日火曜日朝6時の相場解説になります。今日はね、横ばいに入ったところからさらに上昇に向かうんじゃないかなというふうに予想しています。ここまでは一定の期間下落があったわけですけども、その下落はまあ止まったかなというふうに昨日考えました。で、昨日は月曜日だったんですけども、大体このあたりで止まるかなってことをね、 お示しして、そこでエントリーをするといいよってことで、160円の200あたりを設定したんですけども、まあ、まさにそこでね、下髭を出して大きく上に反発して、結構ね、あの、昨日はピップス稼げたんですよね。で、お昼ぐらいから、 エントリーするタイミングがあった方は全員利益出したと思いますそのぐらい陽線がもう連続してバン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 出たわけですよねこれは後ほど振り返ってみようかと思いますまずはこの冷やしですけども冷やしが一旦帰りを見した後移動平均線に触れてちょっと止まってるような感じですよねだからもうちょっと下に行くにしても赤い移動平均線で上に跳ねていくことはまあ今までの経験上かなり確実かなというふうに捉えています で実際、そこまで時間かかないと思うんですけどね。で、4時間の方見ていきますと、このように、もうね、ここで止まるんじゃないかなーって言ったのが、昨日の話でしたよ。もうちょっと上だったかな。うん、で、目安を立てたのはここですよ。だからゾーンをこういうふうに取ったわけですよ。で、そうすると、下がっていたのが、やっぱりここで止まるわけでしょ。こちらにちょっと符号させたわけなんですけどもね。で、それはまあまあ、目論見としてはうまくいったかなと。ただ昨日のこの時点では、 4時間軸を見てトレードする人はあんまりいないと思うんで、だからごにょごにょっていうふうにお話し,しました。で、1時間の方なんですが、これがもう昨日ね、どうしても言いたかったことですけども、これが取れたわけですよ、これが。これが昨日は午後からずーっと起きてたわけなんですよ。だから誰でも取れるでしょ。しかも私は160円の200あたりですよっていうふうに申し上げていたわけですよね、このあたりで反発するって。ということは、ここから本当にそのものですよ。 もう私なんて根っこから取れたと言ってもいいぐらい取れましたよ昨日は。で今日の動きなんですけどもこの下落が一旦終わったなっていうふうに私は評価したわけですよね。で終わってどうしたかっていうと終わって下の方に行って下ももう更新しなくなったわけですよ。で上の方にもそんなに強く行ってないってことはこれトライアングルの方向に 向かうかうな横ばいに行くかなってことです、で、ここからぐぐぐっと持ち上がっていくのが今日もしくは明日になってくるのかなと思います、ただし、今日明日しをまさぐと、夜ね、あのー、材料が入るんで、この計算は成り立たなくなる可能性が強いんですよ、まあ、ですんで、今日中にもしね、あのー、リズムよく動くんだったら、上昇に転じたところで、倍でまた取っていけるんじゃないかなってことを考えてますね。 はい。それから動きのペース。もう一個確認しておくと、こうなって頭を出して下に行く。こうなって頭を出して下に行くっていうので、ここもそうじゃないかなっていう申し上げましたけども、若干そうでしたね。で、下に、下に行きましたね。えー、ここは、まあ、あの、このチャートの形として、一定のリズムを書いてるってことに気づいたんで、多分ここもそうなるんじゃないかなっていう予想も、ついでに当たったってことです。直接のトレードには関係ないですけどもね。こういうふうに将来の、 チャートのの形を思いい描けるかっていうのも、まあ、経験がの前に知識がしっかりとないと経験を積んでも知識が経験にこう入り込んできませんから、まあ、ですんで第1段階目どうしても必要なのはやっぱり50から60の、ね、専門用語をしっかり頭に入れておくことだと思いますそれでは本日は以上ですまた後ほど FX オリガしの方お会いしましょう